デイビッド・ブリンは、アメリカ合衆国の小説家、SF 作家。スケールの大きなハード SF を得意とする。新日家でもある。ヒュ9号賞、ローカス賞、ジョン・ダブリュー・キャンベル記念賞、ネビュラ賞を受賞している。2007年に、日本の横浜市で開催された、ワールドコンに、ゲストとして招待され、暗黒星雲賞月曜部門を受賞した。また、同賞ゲスト部門でも、 自転となっている。1950年、カリフォルニア州グレンデールに生まれる。1973年、カリフォルニア工科大学で天文学学士号を取得。カリフォルニア大学サンディエゴ校で応用物理学の修士号と宇宙科学の博士号を取得している。2010年、ニック・ボストロムのインスティチュート・フォーエシックス・アンド・エマージング・テクノロジーズのフェローになっている。 現在、子供たちと共にカリフォルニア州南部に在住。未来史の一種である知性化シリーズは作品数は少ないが評価が高い。知性化の嵐シリーズも含めた長編6作品の他に短編もいくつかある。知性化シリーズはロールプレイングゲームであるガープスのサプリメントとしてゲーム化されている。ただし、ブリンは情報を提供しただけで、 サプリメントの作者ではない。知性化シリーズ以外の作品では、技術革新が人類に与える影響がよく描かれている。これは、北米の現代 SF 全般によく見られるテーマである。例えば、プラクティスエフェクト、グローリーシーズン、キルンピープルがある。ユダヤ人であることが、作品テーマにも影響を与えている。一つは、チックン・オーラムという教えで、人間は世界をより、 良い場所にする使命を追っているという考え方である。もう一つは、法律と合法性の重視というユダヤ教の伝統である。ブリンは、アメリカ国防総省、CIA、P&G、SAP、google といった様々な組織や企業でコンサルタントを務めている。また、SF やファンタジーの評論も書いており、スターウォーズや指輪物語を批判している。 スター・ウォーズに関しては、ジョージ・ルーカスが反民主主義的な階級社会を描いている点を批判し、指輪物語については反対勢力を虐殺する点に伝統的階級社会への愛着が現れているとし、同時にロマン主義的な後ろ向きの世界観を批判している。ありがとうございます。